JMS に登場するコンセプトカーの第1弾。日産が JMS ジャパンモビリティショー2023に出展するコンセプトカーの第1弾となるクロスオーバー SUV。日産ハイパーアーバンが発表されています。環境や社会課題への意識が高く。 都市や郊外といった場所を問わずアクティブに活動するユーザーがターゲット。コンセプトは OTA でソフトウェアを常にアップデートし、車のパーツなども状況に応じて交換していくことで、より長く愛着を持って乗り続けられるというもので、インテリアも最新のグラフィック、GUI にアップデートしたり、 好みでインストルメントパネルを交換することもできるんだとか、V2X、ビークルトゥーエブリシング、機能により、車への充電や建物への給電を AI によって自律的にコントロールし、再生可能エネルギーの有効活用や電力のピークカットにも貢献、EV 用バッテリーがもたらす価値を最大化するそうです。 他にも3台もコンセプトカーが控えている。外観はフラッグシップ EV のアリアの近未来バージョンという雰囲気。ヘッドライトからリアコンビネーションランプまで。ボディサイドを前後に伸びるブラックのラインが特徴で、空力性能と居住性を両立するスポーティーなシルエットや、 四隅に配置された体型タイヤがダイナミックでモダンな雰囲気を演出しています。ボディカラーは時間帯や光の陰影で表情を変える都会的なライムイエロー。内装は万華鏡から着想を得た三角形で構成され、インストルメントパネルやディスプレイはオーナーの気分によって演出を変えることができます。また、 フロントシートのアレンジを変更することで、駐車時にはソファに座っているかのようなプライベート空間も実現。情報に大きく開く特徴的なドアは、乗り降りのしやすさと圧倒的な開放感をもたらすんだとか。残念ながら、このハイパーアーバンはバーチャルモデル CG の展示のみで、 実際のコンセプトカーが制作展示されることはないようです。一方、今回発表されたリリースに10月10日、火曜日、17日、19日にも連続して発表があると書かれているので、JMS2023 に向けて、ハイパーアーバンを含む計4台のコンセプトカーの登場が期待できます。 となると月並みな妄想ですが、出るぞ出るぞと世間に予言が溢れている時期、電動 GT-R のコンセプトモデルにも期待がかかりますね。コンセプトカー好きとしては、紹介場でバーチャルではない、リアルなコンセプトカーに出会える可能性を信じつつ、引き続き第2弾以降のコンセプトカーにも注目したいと思います。